愛妻こんにちはです、チャンポロです。愛妻今ね、一応これからやることをね一通りやったんですけど、愛妻をねまたやらかしちゃいましたね。全部終わってあしまたやあさいとかって言おうとしたら録画ボタンが押されてなかったっていうやつですね。やり直すです。失礼しました。あーくさみょうだな、もうほんばくさみょうだな。今日はですね、日本時間が4月の26日日曜日ですね。足ビンサンデーならノアラニっていうやつですね。サンデーっていう、まあ遊びもねやった方がいいみたいな感じですね。こちらは25日で土曜日っていうことですね。時間がですね、皆さん今ランチタイムですね、12時26分っていうことで、皆さん何召し上がってますかね。ここがね8時の26分ですね。カリフォルニアは8時の26分です。でここにちょっと鍋がありますよね。 この小さい鍋で最初にやってやると、こうどうしてもですね、どうしてもこう火ついてるの見えますかね、こうどうしてもですね、私と同じで器が小さいんで、こうあちこち水が溢れちゃったんですね。でそれでこう次ちょっと大きめのもう一つの炊飯器の釜のやつやったらかなり良くなりましたね。でもそれでもちょっとね、やっぱり周りにポタ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 たらるんで、で次に買ってきたのがこう100均ですね。100均、これまあ100円ぐらいのものですね。銀紙ですね。でこれいけるかなとかって思ってね買ってきたんですけど、これ水漏れないですね。ただ銀紙なんでね、いつこう穴開くかわからないですよね。でまあこのシステムっていうか、ロックダウンが終わればまあシャワーほとんど問題なくなるんですけど、でもアリゾナとかね、時々山の中とか行った時に2日とか3日とかね、フィットネスが見つからなかったらみたいな感じで考えた時に、このシステム超いいなとかって思いまして、で次にですね鍋を買おうとかって思って、ロスっていうところ、これ見えますかね、このシート、僕が座ってるシートもロスで買ってきたやつなんですけど、そこが閉まっていて、こう鍋とかね結構安くで売ってるんで、そこで買おうかなとかって思ったんですけど、なかったんで、まあボンズでね、ちょっと値段は27ドルぐらいしたんですけど、まあそれがまあ 20-30% オフぐらいでこれを買ってきたんですね。めっちゃ可愛いですよこれ。見てくださいこれ、ね、可愛くないですかこれ、ね、ブリキでできてるんですけどね。ただ心配なのはこれ、水入れた時に盛るか盛らないかっていうのがまず分からないっていうやつですね。お、あちここうなってますねこれ。でさっきやってるんで答えは分かってるんですけど、水盛らないですよねこれね。ただこれをこう火にかけた時にですね、こういう風に火にかけた時にこういう感じで、火にかけた時にこれ水が漏れないかっていうのがちょっとわからないってところなんですけど、まあそれでね、これはまあ岩谷なんですが、このカセットのやつを持っておくとね、ちょっと湯を温めてこういう形でやるとね、体を拭いて清潔さを保つことができるなとかっていうことで、ミスターラブリューさんから教えてもらった
やり方なんですけど、もうめっちゃ気持ちがいいですもんね。2日も3日もね、なってくるとだん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 頭が痒くなってきますしね。これやるとまあね、ほんとシャワーまではいかないですけど、まあ気持ちが良くなるっていうことで、ちょっとこれもね、まあまあ皆さんね、まあ全ての人はもうすでに天才だし世界一だし主人公なんで、まあ奇跡的な存在なんで、あ、こんなの当たり前に知ってるよとかっていうことだと思うんですけど、このシステムですね、まあここ録音が始まって1ヶ月間ぐらい、まあ2、3日に一遍しかこうシャワーできてませんで、いや3日目ぐらいからやっぱりこうちょっとね頭も痒くなったりとかいろんなのがあるんで、これだったらねどこでも毎日できますよね。水もほんの少しですね、こんだけしか使ってないですよね、こんだけね、たったこんだけ、それでこうね全体をこう綺麗にすることができて気分が良くてっていう方だったら、これすごくないですか。今更なんですけど、すごくないですか。まあね、人のこう考え方とかなんかね、やっぱりこう固定観念になっちゃっていて、シャワーしないといけないものなんだとかってどうしてもどこかで考えてたと思うんですね。だからこういうことが思いつかなかったんだと思うんですけど、今もね超車中泊ブームじゃないですか。軽自動車とかね、まあねハイエースとか、まあいろんな形の車があって、それでね1泊とか2泊とかされる時にこのシステムがね あれば、まあ、これでもいいじゃないですかね。まあちょっとね器は小さいですけど、こういう鍋でもいいと思いますよね。全然もうこうこれやったら気分がすっきり感が違うんで、ということで、あんまりこうね説明はうまくできないんですけど、自分としてはこう超助かってるまあお風呂車中泊のお風呂になりうるんじゃないかなとかって思って、今日ちょっと、ね、ご紹介してみましたっていうことで。安心。またやーさい、はいさい、はいさい、はいさい、ピュー。